こんにちは、大竹雄二です。今日は、ラ行の弱い人が、なんとかラ行を強くするための練習方法についてお話ししてまいります。まず、ラ行が弱いかどうか確認する言い方があります。それは、パラピリプルペレポロ。もう一度、パラピリプルペレポロ。これが言いづらいという人は、ラ行が弱いというふうに思った方がいいですね。それでは、 ラ行、このラですけれども、どうやって下が動いているのか、そして下顎が動いているのか、これがポイントになるんですね。ラ行っていうのは、上顎の下を、この図で言えば、B のところに持っていって、思いっきり下顎をグッと開くんですね。そうすると、上顎にくっついていた下が、ポンって一緒に、下顎と一緒に落ちるわけですよね。 わかりますかねララララレリルレロラロパラピリプルペレポロ。これが正しいラ行の言い方ですね。ラ行が弱い人っていうのは、二つに分かれます。一つは、パーピープーペーポー。ラ行がア行に変わってしまう人ですね。パーピープーペーポー。これはちょっと極端に言ってますけれども、 もう一つは、パダピリプドゥペレポド。これもラギョが弱い人。まず、パーピープーペーポー。こういう風うに言ってしまう人は、下が B のところまで届いてないですよね。で、パダピリプドゥペレポドっていう人は、下が A のところ。この A のところにつけて、これ上顎ですからね。 A のところにつけて、そのまんま、らを言う人は、ダになりやすいんですよ。ですから、パラピリプルペレポロ、自分で言ってみて、それを録音してみてください。パーピープルペーポパダピリプルペレポド、こういう言い方になっている人は、まず、ら行が弱いということになりますね。ですから、 ラ行を直すっていうのはとっても大変なことなんですけれども、とにかく覚えていただきたいのは、ラ行の下は、全部この図で言えば、B のところに下先がつく。これ上顎ですからね、何度も言いますけれども、B のところに下がついて、ラっていうんですね。これを練習しなきゃならない。これは本当大変ですけれども、ある程度のところまではラ行は、 克服できると思いますね。あとはもう自分の努力だけだと思います。ラ行。正しいラ行は、ラレリルレロラロ、パラピリプルペレポロ。ラ行が弱い人は、パーピープーペーポー、パダピリプルペデポド。こういう風うになります。ぜひ一度録音して、実際にこのラ行が、 きちんと出ているかどうか確認してみてください。今日はラ行の練習方法についてお話ししました。